倉上香里と言います。銀座のバーハイファイブで勤めております。バーテンダーを始めて16年目になります。氷というと四角だったりとか、そういうものがちょっとゴツゴツしている形というのが多かったりすると思うんですけども、こういうところだからこそ楽しめる形としてバルボリというのがあるのではないかなと思います。ウイスキーってこういうものなんだっていうのを分かっていただくためにも入っていただきやすい味わいではあると思っております。カクテルの名前がシトラシーウィンドという名前で、シタ以外に入っている材料としてはカナデの柚子というものとライムジュースが入っている。ウイスキーがメインになっているんですけれども、そこにさらにそのさっぱりとした柑橘を合わせることでウイスキーを飲んだことがない方にも飲みやすく飲んでいただけるのではないかなと思って作りました。